ろんなとこからちょっと取ってきたんでダブってますけども、神とは惑星としては月の次元に存在しています。月は神の写し絵であるということなんですね、彼の言い方すれば。でじゃあ神とは何なのかというと、彼らにとってはさっき強制する力という言い方もありましたけども、ここでは別の表現をしています。これ月イコール神と考えていい。神とは、あ、これちょっと内面性になってるな、いいです、重心を交差する力、こういうふうに彼らはこう、まあ、定義する、もしくは重心として定義されます、神っていうのはですね。でこれ僕何回かシリウスブックをここで読んだ時もご紹介したことです。神とは重心ですって。で重心とはこれヌース用語だと思ってるんですけども、ヌース用語じゃない意味もあります。つまり人間が重心と呼んでいるものものを持って、これ重心ってよく言えないですか、このなんか重さのこの釣り合いが取れるところに重心があるとか、そこに神が存在しているというわけです。でこれ最初意味が全然分からなかった。でもなんかすごいこと言ってるんだろうなとかいうようなイメージはあったんですが、意味が分からなかったんですが、やっと意味が分かりました。なんで重心が神なのか。それはなんでかというと、よく考えてください。物をこう外してこう見てるとき、これは次元観察視2の中にあるものです。ところが物を持つということは、次元観察視ある14と次元観察視2が何らかの形でこう交差を起こすってことなんですね。わかりますか。で我々の意識がその中心とかいうものを感じるということは、どうもその14と2が重なったところみたいなイメージがあるわけです。ます、ね、最も上次元の力と最も下次元のその力、あ、最もって言っちゃいけないな、下から2番目ですけどね、14と2ですから、それが重なり合ったところ、まさに重なるという字です。ですか。重なるという字は重い、重さという字でもあるわけですよ。これ何だか説明できる人いないはずです。なんで重なるという字が重さなんだろうと。これ重要な意味があるんですね。要するに、まあ、同じ意味なんです。どういうことかというと、その14と2が重なったところにですね、実はそのまあ重さというものが発生するというか、重さ自体は、意識の方向性を持ててない状態の力、つまりノスの力がぐーっとその1、2まで来た力を逆方向に向けている力なんですね。人間が感じる重さっていうのは、つまり意識の方向が進化の方向を向いていないために、ノス的な方向の力の流れを人間の意識が、重さとして感じ取ってるみたいなんですけども、この重心というのはまさにそのプサイ2とプサイ14が完全にこう重なり合ったところに生まれている力で、ここがお骨にとっては神だというんです。なぜかというとですね、清水さん、こっちの